ヨーロッパカラマツは、マツカカラマツ族に属する植物。欧州カラマツ、欧州カラマツ、欧州カラマツとも書かれる。落葉性の新葉樹。高さは25から45メートル。直径は1メートルほど。樹幹は若い頃は、円錐形だが年月を経ると広がっていく。枝は上向きに曲がって伸びるが分かれた枝の先端は、曲線を描く。衆とは二形成で、 いくつかの実をつけた 10cm-50cm の長いシュートと、一つの実をつけた1から 2cm の短いシュートに分かれる。葉は黄緑色で強張り形。感触は柔らかい。若葉の頃はエメラルドグリーンだが後に明るい緑色へ変色する。秋に木の幹から落ちる前に輝く黄色へ変色する。葉が落ちた後は青白くなった。 高褐色の幹が次の季節の春までむき出しになる。葉は短い枝に30から40ペン生える。カウルコは40から60ペンで微線毛がある。若い姿勢休暇と有性休暇。花の色は、尾花は黄色、雌花は赤色を帯びる。尾花は下水し、雌花は直立する。体幹性が非常に強く、冬のマイナス50度の中でも生き延びる。 標高1000メートルから2000メートルの間で最も繁茂するが森林限界の標高は2400メートルにまで達する。盆栽に使う樹木としても親しまれている。中央ヨーロッパアルプス山脈及びカルパティア山脈。ポーランド、リトアニアの低地にも繁茂する。私有一種。ただし植物学以外の文献で私有同種と伝えるものもある。 種内にニア種が認められる。観葉植物として庭や公園で栽培される。ヨーロッパで植栽されているカラマツはこの品種。材木改良の研究材料として使用されたこともあるドイツのメクレンブルク市にはヨーロッパカラマツの並木があり、著名。日本では北海道にある外国樹種植栽地に1898年にストローブ松。 ヨーロッパカマツと共に植栽された。19世紀初頭から、この種が罹患する、癌種病が問題視されるようになり、この種が抱える、最も重大な病害として認知され、増林に、顕著な被害を与えている。感染した苗木が北米へ持ち込まれたことで、北米にも伝染している。カラマツは、これと比べて、癌種病への抵抗力が高いとされる。 植物学ラテン語辞典によれば俗名ラリックスは、ケルトモラーに由来する本種の古代名である。ウィック・シャネリーによれば、ラリックスは古代ギリシャ語ラムダロイオタクサイに由来し、カラマツを指す、ラテン語の名詞である。ディシジュアは、ラテン語で、落ちるを意味する形容詞。樹木大図説、一巻298ページ、園芸植物大辞典、一巻ハーブ、学名語源辞典。 161ページ樹木大図説、1巻298ページ、庭木図館450.127ページ、庭木図館450.127ページ樹木、大図説、1巻298ページ樹木大図説、1巻298ペ,29ペ,29ペ,29ページ、樹木大図説、1巻298ページ、ラダルへ通る2011、庭木図館450.127ページ D、 クルーズ、マーク、マケ・盆栽ケア・ガイド・フォー・ラリックス・ディ・シジューア。マケ・盆栽、サイ、2011年7月8日閲覧。庭木図鑑450.127ページハーブ、学名語源辞典、161ページ、ラリックス・ディ・シジューア。ロイヤル・ホーティカルチャール・ソサイティ、2013年7月23日、閲覧。世界のカラマツの分布カラマツ材の生産と利用を、考える。 樹木大図説。一巻298ページ。北海道森林管理局公式ホームページ。日本におけるカラマツの眼種病。報告秀夫オ 2009P112 ラリックスウィックシャネリー。2014年6月30日閲覧。ラッテディクト、ディシジュース、ディシジューア、ディシジューム。2014年6月30日閲覧。ありがとうございます。